さてと、おかげさんで野暮用は済んだ。ぼちぼち、アシナの城にでも戻るとするかね。ああ、ところでよ、分かってるかもしれねえが、アシナは今、ずいぶんきな臭いことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも気をつけな。